その商店街の人を巻き込んでいく過程というのをちょっとご紹介していただきたいんですけれども、要はソーシャルキャピタルという話題になってくるんですが、舌を噛んでしまうような言葉ですけれども、まあ、見えない資産というようなことで、まあ、さっきも申し上げたようにお金かけてません。だけれども提供されたのはお金以上の価値を提供していただいて、こういった、まあ、ちょっとエンターテインメントというのではどうかなというところもあるかもしれないんですが、一つ映画が出来上がったというところなんですね。なのでそこまでそうやってみんなが一つになって何か作ろうということによって、でこの映画ができた。でその結果どういうふうに変わったんでしょうか、町は。お願いします。さっきちょっと初めに申したその地域問題の件なんですけど、ちょっと緊張もしてましたんで死に滅せる部分があったんですが、要するにその京急電鉄さんと、行政ですよね、大田区行政、これがちょっとそこのフライヤーを見てくださると、普通は女性事業っていうのが打ち出されてまして、でこれ京急電鉄さんの社内なんですね。なんでこれだけを見るともう言ったらこの真っ最中でしたので、これだけ見てあれ仲いいじゃないかよって一目瞭然なんですね、このフライヤー自体が。要するにそこだと思うんですよ。これが要するに京急電鉄さんが市民に対して映画で訴えたい、大田区行政は、映画という形でこういうことになってるんだよっていうのを訴えたいっていうところで、総利益の追求になるっていうことで、この映画を例えば、京急電鉄さんの本職員の、柴田優子さんという女性の方も出てたりくださったんですが、そういった、キャストだったり、あと車内でなかなか満車両の、一つの車両を無償提供するっていうのはお金に換算したら、映画制作してる方でしたら大体いくらかなとか、そういうのは大体わかると思うんですが、そういったようなことを目に見えない資産っていうか信頼関係が少なからずできたということにつながってくる。それともう一つ、その町はどうなったか、大田区を囲む、まあ、京急電鉄周辺で私の耳に最近入ってきた言葉ですよね。まあそれは例えば、まあ、311でソーシャルキャピタルみたいな社会的信頼資本というものがすごい絆っていうものですよね、これがすごい大事になってきたっていうところもありますけど、まあこの映画を撮って私の耳に入ってきたことと申しますと、この間ですね、この映画をですね、銭湯という、まあ松山の人に例えば銭湯の浴場の中で映画をかけるって言っても、まあ、道後温泉がすごい有名やけん、そうですよね。だからあまり銭湯の浴場で映画をかけるってあまり驚かないと思うんですけど、これやっぱり東京で例えば銭湯の浴場の中で上映するってことは、これどこも誰もやったことないんですね。機材の問題だったり、そういうことをちょっとチャレンジとかして現実問題やったりして上映イベントやってきました。まあ、そこでその大田区の浴場組合さんっていうところはあるんですけど、まあ、全国の浴場組合はあると思うんですが、そういったところと大田区の観光協会、あとは強いては品川の観光協会、まあ、京急電鉄が結ばれてるところですよね。それと大田区行政とかがまあ、仲良くなったのか仲良くなったのか分からないんですけど、まあ、仲良くなったと思います。それは共同によってなんか、ね、湯煙ツアーみたいなことを考えてらっしゃって、3月の18日か何日かちょっと忘れちゃったんですが、京急電鉄の駅に、銭湯が大田区ちょっと映画の中でも黒湯が出るっていう温泉があるんですね。で、まあ、そういった温泉を、銭湯を回りながら、まあ、京急電鉄の沿線上をスタンプをして、そこに何か、景品が当たるとかっていうような共同イベントっていうような事業が生まれたりもしてます。だからそういったあたりは私の耳に入ってくることと、あと大田区で15箇所ぐらいイベントを打ってきたんですけど、やっぱり逆に大田区の人って大田区の風景だったり問題っていうのをやっぱりさっきも言ったように深く知らないんですね。やっぱりそこでこういうような話をリアルにしますと、映画自体が、まあ、ちょっと、その商業映画みたいに予算でバンとプロの方の役割が全て決められた映画ではないので、はっちゃかめっちゃかっていうような感じはありますが、直に見てくださった人っていうのはもうすぐに感じるんですね。
で、町づくりやってる方とか、何か自分で変えたいなとかと思ってる方っていうのは、ストレートに逆に伝わってくれる、伝わるっていうような意見をたくさんもらってきて、私にしたらそこが変わったんじゃないかって思ってます。ちょっとだんだん時間も皆さんにもご意見をいただきたいと思いますので、このご質問を一応パネルディスカッションの最後にしたいんですが、日野会長、そのこれからの商店街といいますか、まあ、商店街だけじゃないんだと思うんですね。街って先ほどおっしゃっていて、で実は私さっき初めてあそこの北海道を歩かせていただいて、すごく広くてちょっと大田区の見ていただいたそうですが、アーケード街、大田区の多分2倍あるかな、大田区というか大森銀座商店街っていって、大田区の中では割と代表的なアーケード の商店街なんですが、そこの2倍ぐらいある大きな通りがあって、でそこにベンチがあって緑があって、で結構若い方のお店があってっていうのはすごくびっくりしたんです。で何がびっくりしたかって、商店街の中に三越が入ってる、すっごくびっくりしました。で、こういうことができるんだなっていうことで、多分都内では考えられないですね、そういうことが。で、そういった、さっきおっしゃった、それが松山らしさなのかな、大海津らしさなのかなと思うんですが、さらに今後どのような未来を描いていらっしゃるのか、ちょっと教えていただければと思います。難しいあれなんで、その答えになるかどうかわからないですけど、さっき言ったみたいに、その東京っていうのは、いろんな場所があって、浅草とか、大田区とか、それぞれ、その地元っていう意識がものすごく分かれてしまってね。でそれが松山だともう少しそれがこう集約できるのかなと思ってます。さっき町に行こうっていう言葉とか、お城下に行こうとかいう言葉がね、松山の場合は中心部に出ていくよっていうのが、その町に行こうとかお城下に行こうっていうのが、その町のに出てきてくれるっていうのが意味だったと思います。でその街っていうのが、イコール商店街では僕はないと思ってですね、商店街という言葉でものすごく簡単にくくってしまうんだけども、そんなんじゃなくて、もう少しいろんな、さっきソーシャルワークっていうようなワークっていうようなことも出てきてるんだけど、まさにそれでですね、いろんな、思いの方が必死でその松山の街っていうのを、400年かかって作ってきてますから、作ってきたその町の集大成が、今から30年ぐらい前に一番花開いたと思うんですね、その全国で。それでデパートもあるし、三越もあるし、高島屋も、出てきてくれたんだけど、言えばその愛媛県のというかな、総力を作ったその中心部がその松山の町だったと思うんです。でそれがやっぱりその車社会になって、あるいはそのいろんなメディアとか、全国チェーンができて、それがどちらかというとその金太郎飴みたいな、全国同じものが、一時もてはやされたんですよね。で我々の町もそのブランドがほとんど、その意味ではどこの町よりも揃ってて、どちらかというとそっち向いて、流されてきたんだけども、やっぱりそうじゃないよっていうのが、今回の一番大震災でもできて、商店街がなかったところが商店街がいるっていうふうなことを、言い出した方も何人か、三陸町とか割と、ひどい大変な災害になった方ほど、やっぱりそういういわゆるこう心のつながり、絆みたいなものがやっぱり必要なんだみたいなことが言われ出したと思うんです。で、そういう意味ではまたこの松山っていうのは、非常にそういうもの、財産が残ってる町だと思って、それが全部潰れてしまうよりは、まだいろんな人が思いがあるうちにやっぱりそれを再度結集するような、いろんな人の思いがですね、我々はその商店街という中で、それを実現化するのを一生懸命したいと思うし、一緒に町づくり会社でアートをやってた人たちもいるし、若いいろんな思いの人たちもこの中にいると思いますし、その中で、愛媛県松山市、あるいは商工会議所の人たちも含めて、みんながですね、今そういう意味では、もう一回この松山をなんとかしようという思いが、前よりは全然大きくなってきて、それを逆の逆手にとって、やっぱりこういろんな人がその自分に対する町の思いっていうのをやっぱりどんどんこう発表するべきだと思う。
でこの映画っていうのはそういう意味では一つのそういうの本当の発言の場が、いろんな意味で、こういうやり方もあるんだっていうのが、見せてもらえたような気もしますし、いろんな意味で、今日ここにあのいる人たちもあのそういう思いの人たちがたくさん、いると思います。その、まあ、この映画は、まあ、日本というようなことが言ってたけど、まあ、我々はそれではその松山というのを、まあ、もう一回再結集するというような、少しでもそういう挑戦ができればな、まあ、そんなあのことを思っています。